クロノ世界の真実を見届けよう。いやあ、説明形式だよ。第7章。これさ、俺、第5章の収録あたりからさ、うすうす感づいとったんやけどさ、第7章が最終章じゃないのって。ちょっとうまいな、これ。実況の、レギュレーションやってさ、なぜか第7章までってきっちり言いとってさ、第7章が、あれ、最後なんかって言わずにね、さらっと最後までできるような感じで言っとったんやなって今頃になって気づいたね。ってなるかもしれん。いや、これが最終章とは限らんのやけどさ、もう残り2人でさ、ここで明かされるんやけど最終章っぽいよなって。やります。けどさ、もう2人しかおらんもんな。で、もう、ローンもなんか全てを話そうみたいな感じの雰囲気出しとるし。こう、両手にポケット入れとるけどさ、ローンお前。その状態で倒れたらさ、受け身取れんで行ったってなるぞ。階段の角で行ったってなるぞ、お前。ポケットに手入れとったらさ。階段を登る途中、何を聞いてもローは黙ったままで、こちらを振り向きもしない。なんかカレンちゃんが悲しそうな顔をしている。ローは僕のすぐ前を歩いている。目の前に不防備な背中があるのだ。このまま、引き倒して階段から落としてやろう。自然とそう思っていることが怖い。憎悪。憎悪の気持ちが高まりすぎている京介くんが。神谷を殺したことと、二階堂を苦しめたこと。僕は許していない。二階堂だってそのはずだ。けどこの表情は何だって話だな。横の二階堂はうつむいたままだった。ローに復讐しようとする様子には見えない。彼女はローについて知っている。だから許せるのだろうか。僕は到底許せない。ローに何か事情があることはわかる。さっき僕らを拘束して殺すと脅したが、結局は殺すことはなかった。殺せない何かしらの理由があるのだ。しかし拘束する必要はあった。誰かに命令されてやっている。そうすることこそが目的。わからない。もうわからないことだらけやもんな。わからないまま終わる。そんなのは嫌だって感じやもんな、もう。もはや町工事は何か分かった状態で消えていくような感じはしたけどさ。ぶっちゃけ、他のみんなは消えるときにそんな感じだっただろう、まあ、わからないまま終わるやけんな、まあ。でも、例えばどんな事情があったとしても、僕はローを許す気はない。事情次第やな、俺としては。来たー、もうここ、ゆうちゃんが落下したときのさ、トラウマがあるけど、俺来たないんよな、お前。やめてよ、カレンちゃんは、そっちの方の歩いていくん。やめてよ、カレンちゃんは。なんまりか。ここなんか、その、現実での記憶になんか関係するとこだったんかな。まさか、ゆうちゃんが記憶を思い出したんも、この、現実に関係しとるところに来た、ここがなんか、その、スポットだったんかな、その、思い出っていうか、その記憶に、もう完全にビシッと、完全に覚えとるところのスポットだったけに来たけん、この風景見て思い出した的なところはあるんかな。ローは短く息をついて、僕に向き直る。ようやくこの三人になれた。邪魔者はいない。重要な三人か、これが。どういうつもりだ。全部説明してもらうぞ。そうだそうだ。いいね、そのね。俺を憎んでるんだろ。当然だ。お前が犯人なんだ。僕たちをこの世界に閉じ込めた張本人だろ。僕らを疑心暗鬼に陥れてバラバラにしようとしていた。それに関してはクロノス世界は何も教えてくれない。みんな俺を犯人に従るよ。クロノス世界よ、俺を導いてくれ。
教えてくれ。俺はあと何人殺せばいい？お前だ。違う、俺は犯人じゃない。影山が証明してくれただろう。あのボードのやつ。それは何か裏の手があるはずなんだ。自分を犯人候補から外す何かが。人狼ゲームやって最初の方、占い師と名乗り出て自分を犯人候補から削るっていう戦法があるからね。狂人あたりがね、占い師として出てきて自分を釣り候補から一旦外れるような、そういう流れがあるからね。いいぜ、きっちり全部説明してやる。そもそもそのつもりだからな。ほんとに？してみろよ。お前、漁師って知ってるか？漁師？難しい単語を出してくるな、お前。ここにユリアちゃんがおったら解説してくれるんだろうな。なんだ、急に。物理学の世界の話だ。いいから答えろ。名前くらいは。そうやな。名前は聞いたことあるんやけどさ、説明って言われたらさ、なかなかできる人そうおらんかもしれない。漁師ってのは要するに超小さい粒のことだよ。それはわかるわ。なんか最小単位、原子や電子も漁師の一種だ。そうなんじゃ。あまりに小さすぎて漁師には通常の物理法則が通用しねえ。何せこいつら人間でもないくせに空気を読み上げる。なんだそれ。なんだ空気読み上がるって。なんだお前。空気を読む。え、その心はって聞いたくなるぞお前。漁師は人に観測されている時とされていない時で動きが変わる。見られてることがわかるんだろうな。不確定性原理ってやつだ。それくらい知ってんだろ。ごめん、わからん。そういえば物理の教科書、そんなのが、え、最近の高校、最近の高校の教科書こんなの載ってるの？俺の高校時代の教科書には載ってなかったと思うんやけど、お前今の高校生すごいこと勉強してんな。なんだ、それとも俺が工業、機械科の学生だったからか、機械科の物理の教科書にはそういうの載ってないのか。しかしなぜ今その話をする必要が、理由がある。漁師はまるで意志があるかのように人の視線を読み振る舞いを変える。そして時には人の願いを読み取りそれを叶える。視線、願い。どうやらスピリチュアルな話をしたいらしいわ。そんなものが物質に影響を及ぼせるのか。まるで魔法のような話だが、ローはあくまで科学としてそれを語る。アメリカにバーニングマンという祭りがある。バーニングマン、世界的な祭典だ。バーニングマン、そこに0と1をランダムで吐き出す量子機器を持っていく。本来なら0と1が出る確率は 50% だ。うん。けど祭り中はそのパーセントが偏る。盛り上がるほどに確率は大きく0に偏っていく。これが感情は量子に影響を与えるのではないかという仮説が生まれたきっかけらしい。ほう、わからん。何言ってんのか全然わからん。いや、言いたいことはわからんよ。言いたいことはわからんけど、その話、今の話に必要かって、その説明は今の話に必要かって俺は思ってしまう。量子は時をも超えられるものだ。この世界を構成している量子に影響を与えることができれば世界は簡単に変えられる。だからこそその黒の世界はできたっていうのか、お前は。それがなんだよ。ある特定の条件下で強い感情が発生すると量子が強く影響を受けて世界を作り出す。例えば通り魔に誰かが殺されたとする。はいはい。犯人が見つからなければ現実世界ではそれまでだが、強く強く思えば犯人を糾弾する世界が発生する。うん。時が止まったような、誰もいない、ただその犯人を殺すためだけの世界。時が止まったような、だって、それがクロノ世界。そう、
黒の世界だ。そんな世界、漁師がこの犯人を探させるっていう誰かの意思に反応して、それのリクエストにお答えして作りましたみたいな世界なんじゃ。なんだそのリクエストにお答えしましたね。サービス精神、漁師のサービス精神や。犯人を突き止め殺すことができれば、黒の世界は目的を達成し、現実世界が書き換わる。この世界は人々の感情が生んだ世界、ある意味精神世界のようなもので、与えられた肉体は仮初めに過ぎない、うん、この世界は。私は死んだ、犯人は誰、大事な何かを殺した、誰かを殺した犯人を見つけ出したい、僕らのそんな強い願いが生んだ世界ということだろうか。なるほどな。わあ、その話鈴宮博士にしてみろよ。めっちゃ興味向いてすごい目で見てくるよ。おそらく僕らは現実世界で犯人を見つけ出すことはできなかった。それが悔しくて、どうしても犯人を見つけ出したいという気持ちが芽生えた。なるほど。そして犯人を見つけ出すためだけの世界が生まれた。じゃあやっぱり。だとしたら黒の世界ってさ、かわいそうだよね。このみんなのさ、犯人を探し出したいっていう気持ちだけのために生まれてきたんだぜ。でさ、犯人が見つかったらさ、消されるんだろ、黒の世界。黒の世界かわいそうだよな。二階堂、お、二度と自殺なんかしないでくれ。自殺だったんじゃん。死んだのは二階堂。いや、しかし、だがしかしみたいな。ここのつくんが出てくるよ。町工事は自殺と言っていた。それなら犯人はいないはずだ。あ、でも自殺ってさ、場合によっては他殺の場合もあるんだよ。いや、死んだのはその人自身の意思だったとしてもさ、追い込んだ人がある意味犯人とは言えるぞ。そういうパターンかな。違うのか。二階堂は自殺ではなく殺された、そういうことなのか。いや違う、そいつは、二階堂は犯人だ。犯人。二階堂は犯人、死んだのは別にいる。あ、それがその私は死んだ、犯人は誰の私なんじゃ。別に、別にって。いい加減思い出せ。そいつはお前にとって大事な人間だったはずだ。わ、キャラ PV で言ったローのセリフ、ここで出てくるんじゃ。こんなだいぶ後の話に出てくるメッセージだった、セリフだったんだよこれ。マジか、こんな土壇場っていうか終盤のセリフ PV に出してくるんじゃ。ローの言葉に二階堂は怯えるような表情を浮かべた。その様子を見て一瞬だけ頭痛がした。そいつはお前のたった一人だけの大切な家族だっただろう。え、兄弟。その症状を確かに僕は知っている。お兄ちゃんはヒーローみたいだね。あ、これ妹なの。妹のセリフだったんじゃこれ。ねえ、今日はどんな冒険をしてきたの。うん、今日はね、コンビニの事務所に無断で忍び込んじゃった。悪いやないか。これまでエクドとか頭に響いた声、懐かしい声、安心する声。そうだ、僕にはいつも一緒に行動している女の子がいた。幼い頃に両親を亡くした僕らを二人寄り添い合って生きてきた。この子に恥じない兄になる、そればかりを考えていた。
この子がいたから僕はリーダーとして振る舞えた。積極的に前に出て困っている人に手を差し伸べられた。どうして過去の僕と今の僕はこんなにも違うのか、その答えはシンプルなものだった。昔の僕には妹がいて、今の僕には妹がいない。そうか。リン、桜井リン。泡のように次々と浮かび上がってくる記憶が重ね合って、脳裏に一人の少女の像が現れる。妖精みたいに軽やかで百合のように儚い彼女は僕の妹、桜井凛だ。妹がおったんやな。どうして忘れてしまっていたのだろう。この世で一番大切なものだったのに。そうよな、両親が亡くなって唯一の家族になったんやけん、なおさら大切なはずなのに。妹に触れたくて無意識に手を伸ばす。これは両親の葬儀を終えてまだ間もない夜のこと。その瞬間、僕の視界は白い光に覆われた。光は僕の意識を失っていた記憶の中に連れていく。とうとう京介も思い出せた時が来るのか。不安に苛まれて眠れなかったあの夜に、これは両親の葬儀を終えてまだ間もない夜のこと。凛と一緒のベッドで寝ていた僕は夜中にふと目を覚まし、そのまま眠れなくなってしまった。僕はどうしてこんなにダメなんだろう。両親の死の悲しみは少しずつ癒えてはいたけど、代わりに僕の胸は自己嫌悪で満たされていた。これから僕と凛は二人で生きていくことになる。優しいおじ夫婦が引き取ってはくれたけど、迷惑をかけるわけにはいかない。子供ながらにそういう考えになったんじゃ。これまで両親に任せっきりだった生きる上でのおのおの、今後は自分でやっていかなきゃいけない。だから兄の僕が凛の分まで頑張らなくちゃいけないのに、僕は何もできていなかった。今日も家で皿を割ってしまったし、学校では女子を励まそうとして逆に泣かせてしまった。それはしょうがないんじゃないかなって。この間のテストの点も良くなかったし、小3にもなってまだ逆上がりができないでいる。大丈夫京介くん、俺小学校卒業する頃にもできなかったから。こんなんで凛を守っていけるのかな。僕はまだ帰そう。思わず不安が声に出た。すると、お兄ちゃん眠れないの？凛起きてたの？ぐっすり眠っていたはずの妹が目を開けて僕の横顔を見つめていた。お兄ちゃんが独り言ばっかり言ってるから起きちゃったよ。もうごめんな、リンちゃん。君の立ち姿もちょっと見てみたい気がするんやけど、黒いシルエットだわ。ねえ、お兄ちゃん何か悩みがあるの？リンにお悩み相談してみたら？悩み？お兄ちゃん疲れたよ。兄として妹に悩みを相談するなんて情けない真似はしたくなかった。だけど間近に迫る凛の澄んだ目を見ていると隠し事はできそうになかった。別に悩みってほどじゃないよ。強かった。ただ
どうして僕はこんなにダメなんだろうって考えてただけ。さっきも洗い物手伝おうとしておばさんの皿割っちゃったし、頭も良くないし、逆上がりもできないし。逆上がり、さっきは逆上がりちょっと引きずっとんな。お前逆上がりなんかできんだけでもいいんだよ桜井くん。逆上がりなんてできたとしてさ、どこで使うんって話やもん。お前確かに男の子としては、小学校の男としてではさ、できないとかっこ悪いと思うかもしれんけど、そんなんさ、中学に上がってみ、誰も気にしなくなる。誰も気にしなくなるから、お前。僕ってなんなら俺さ、なんなら俺さ、逆上がりって言葉さ、いつぐらいぶりに聞いたか。俺中学校上がってから逆上がりって言葉聞いたことない気がするんやけど、むしろ俺この頃から僕は本当に情けなかった。大人びているとはいえ、年下の妹に弱音を吐いてしまうんだから。だけど凛はお兄ちゃんかっこいいって思うけどな。頑張ってるお兄ちゃん、なんだかテレビの中のヒーローみたいなんだもん。マジか凛ちゃん。そんなに俺のことかっこいい。ジャニーズ入れるかな。ヒーロー。うん、ヒーロー。僕のどこがヒーローだよ。何もできないし、弱いし。でもさ、ワンパンマンにもおるよ。大して強ないけど志は強いっていう無面ライダーっていうヒーローが。すると凛はチッチッチって指を振りつつ言った。わー、そのチッチッチって声聞きたかったな。そのチッチッチって可愛い声で言うんだろうな。ちょっと聞きたかったですね。文字で終わせないでほしかったですね。チッチッチ。あー、言ってくれたー、言ってくれました。あやうく言わないのかと思いましたよ、お前。いいですね、そのじらしてくる感じ、いいですね。お兄ちゃんは分かってないな。正義の味方はね、弱いからかっこいいんだよ。それはちょっとよくわからんな。いや、弱いならかっこ悪いだろ。で、俺もそう思うやけどな。違うの、弱くても人のために頑張るところがかっこいいの。あー、なるほどな。あー、力がなくてもそれでもどうにか頑張ろうとする姿が素敵っていうタイプが。でも凛ちゃん、大人になったらわかる、結果こそ全てなんだよ。失敗ばっかりしてるけど、めげずに何度も立ち上がるヒーローを見てるとね、凛も頑張らなきゃって元気が出てくるから。そっか。リンはニコッと笑い、続けた。リンはね、お兄ちゃんが一生懸命リンのために頑張ってるの知ってるよ。いなくなったお父さんとお母さんの代わりにリンを守ろうとしてくれてるんだよね。だからお兄ちゃんはリンのヒーローなんだよ。歯を食いしばって涙をこらえた。自分の頑張りを見てもらえている嬉しさと、そんなことを気づかせてしまったみっともなさがないまぜになって声を出せなくなってしまった。リンは体が弱いからお外で一緒に戦うことはできないけど、オペレーターの人みたいにお兄ちゃんを助けてあげる。オペレーター、覚えたての言葉使っとるせいか、カタカナじゃなくてひらがなになってるけど。うんね、だから一緒に頑張ろう。僕の手を握る凛。小さくて温かな手の感触に僕の自己嫌悪は消え去った。京介くんも妹という存在に助けられてきたんやな。代わりに僕の胸には熱い決意と勇気が宿っていた。よし、なろう。ヒーローに。他の誰かのためじゃない。凛のためのヒーローに。何もできないけど、誰かが泣いているときは、一番に駆けつける。絶対めげずに、何度でも挑戦してみせる。だけど、ヒーローという目標ができたはいいが、その道はたやすくはない。
僕は生まれつきネガティブなところがあり、気質がそもそもヒーロー向きじゃなかった。いくら弱くてもいいとは言っても、後ろ向きすぎる人間はヒーローには向いていないだろう。現実主義だった。京介君この年で現実主義だった。でもそうだろうな。両親が亡くなるっていう思いっきり重い現実を突きつけられて生きてしまうよところやからな。そんな僕をリンは少しずつ変えてくれた。例えばこれは中学校の国語のテストでひどい点を取った時のこと。僕どうして国語の点数が悪いのかな。勉強しないからじゃない。あんなにたくさん勉強した。あ、勉強はしてるんだ。ごめんな。国語だけはちっとも成績が良くならない。国語か。国語ね。確かに俺もそんなに得意ではないんよな。ぶっちゃけ英語の成績の方がいいけんな俺。なんだろうな。なんだろうな。お兄ちゃんは一回お話を読み出すと夢中になっちゃうもんね。登場人物のこと考えるとテストどころじゃなくなっちゃうんでしょ。うん。特に今回はこのキャラがちょっとリンに似ててさ。ああ、物語に深くのめり込もうとするタイプか。そういう人って将来的に小説家とかゲームのシナリオを書くような仕事がいいんじゃないかな。それはそれでなんか才能か。どうしたらこの子が幸せになるのかって考えてたらテストの時間が終わってて、はあ、この癖直さなきゃな。あ、でもそれは一つの才能な気がするぞお前。それはここで直さずにさ、そのまま大人になるまで取っておいた方がいいような才能な気がするな。それお前としては。ううん、直す必要なんかないよ。うん、テストでいい点を取るよりも人のことを真剣に考えられる方がすごいってリン思うな。なんかこの声聞いたことあるな。ほら元気を出して。優しいお兄ちゃんにリンが100点満点をあげるから。僕の手にマジックで、花丸付きの100点を書き込むリン。おいリン、それ油性じゃないだよな。油性だったらちょっと消えなくなるっちゃうからね。その数字はすぐに消えてしまったけど、あ、よかった、水星だったわ。僕の心には消えない花丸が刻み込まれた。いい話や。リンは人の褒めどころを見つけ出すのがずば抜けてうまかった。赤点の記された答案用紙でさえもリンにかかれば僕の美徳に早変わり。体は丈夫だけどすぐに落ち込む僕、病弱だけどいつも明るいリン。体内部分をリンに補ってもらいながら僕は少しずつヒーローとしての自分を作っていった。そうか、この頃は二人で一人的なところがあったんかもしれんな。前を向く、自分や人のいいところを探し出す、そして誰かの涙を絶対に見逃さない。これが僕のヒーローとしての参加状だった。うん。その3つを徹底するだけで僕にはたくさんの仲間ができた。そうか。みんなね、お姉ちゃんのことばっかり褒めるんだ。お姉ちゃん綺麗だし頭もいいし彼氏もいるし。彼氏の話じゃねえだ。なのに私はどうして同じようにできないのかな。さあヒーローの答えは。比べる必要なんてない。ユウにはユウのいいところがあるよ。あらべた。嘘だよ、みんなお姉ちゃんばっかり褒めるもん。ううん、ユウの良さはちょっと人に伝わりづらいだけだよ。例えばさ、ユウは綺麗な景色を探すのが上手だよね。ああそうか、そういう感じのことを言って最終的写真を進めたんだったな。こないだの虹だってユウが一番に見つけたし。そうだ、写真とか撮ってみたら。ああこれだ。見つけた景色を写真にしてみんなに見せて、私はこんなに綺麗なものを見つけられるんだ、すごいでしょって自慢しようよ。写真？
私にできるかな。できるよ絶対。これがゆうちゃんを変えた。ゆうが見える景色、僕にも見せてよ。この出来事がきっかけでゆうちゃんは変わったと。高橋がさ、冬休みの間に転校しちまったんだ。くそ、転校するなら言えよ。ああ、この頃から町工事は友達友情について熱いな。これじゃあこの間の喧嘩謝れないまま。わあ、そうか、喧嘩して謝ることすらままならぬまま別れてしまったっていう。はあ、転校急だったもんな。高橋の転校先ってどこだっけ。大阪って言ってた。遠いよな。遠いな。新喜劇が見えるじゃないか。いや、関西なんてすぐだよ。え、お年玉まだ残ってるだろ。お年玉、お年玉で行こうとしてるな。新幹線なら日帰りだよ。じゃあ今から謝りに行こう。わ、東京から大阪まで新幹線で行くっていう発想がないわ。俺田舎だもの、田舎だもの。徳島には新幹線なんかありません。僕も一緒に行くよ。あ、いや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 、京介お前何言って。ってなるよな、小学生だったら。発想がぶっ飛んでるな、すごいな。新幹線なんて小学生だけじゃ。それにいきなり行っても高橋に迷惑が。ごちゃごちゃうるさいな。考えなしがお前のいいところだろ、町工事。ほう、じゃあ考えるなよ。謝りたいなら謝りに行く、それだけの話。いいの、今謝らないと一生後悔するかもよ。京介くん、人を引っ張るのが得意なんやな。この間神谷くんか、俺が糾弾したクラスメートがさ、学校に来られなくなって、球団球団ってお前この年からもう球団って言葉使ってんのかお前。英才教育聞きすぎだろもう。すごいな。しかも今もうこの年から球団し始めとるんや、球団詰めんのお前。そっか、神谷それで悲しんでたんだな。何を言ってるんだよ、悲しいわけないだろ。俺は正しいことをしたんだから。でも悲しそうな声になってるぞ。お父様も言っていたんだ、腐ったみかんを取り除くのが政治家の役割だって。この年くらい言ったんです、その言葉。そこの悪いあいつらがいなくなったおかげでクラスの雰囲気も良くなったし、だから悲しくなって。知らないよ、神谷のお父さんの言葉なんて。僕は神谷の話をしてるんだ。何が正しかろうが、神谷が悲しいなら泣けばいいんだよ。うん、涙を我慢してるとどんどん弱くなっていくぞ。そうだそうだ、涙を流すのはさ、心から涙を排除してるんだよ。涙ってさ、流さずにおったらさ、心の中にどんどん溜まっていくのよ。それがどんどん心を傷つける。わかるか？何を言ってるんだ？え、何を言ってるんだよ。おい、俺いいこと言ったぞ、結構。神谷、俺結構いいこと言ったぞ、お前。いや、泣けるやつじゃないと、泣いている人の痛みはわからない。痛みのわかるやつが、一番強いに決まってる。そうだな。本当にお前は、不思議なことばっかり言うな。泣くやつの方が強いか。うん、実を言うと凛の受け売りなんだけどな。あ、そうなんだ。あ、凛ちゃん言うこと言うな。弱い僕を凛はいつもそうやって褒めてくれたんだ。そうかそうか。でもだからこそ京介くんも今こう強く生きれるんじゃないかなって。それはなかなか魅力的な強さだな。けど俺はやっぱり泣かない方の強さを目指すよ。いろいろ事情があってね。うん、そうか、神谷がそう言うなら僕は応援するよ。
けど神谷、辛くないか。ああ、もしかしたら神谷サイとして生きている神谷サエは辛いと思っとる時があったのかもしれない。辛い？まさかお前はずっと俺と一緒にいてくれるんだろう。なら辛くなんてない。俺の代わりにお前が泣いてくれればそれでいいよ。一つ一つ誰かの悲しみを消していくたびに僕の周りには仲間が増えた。みんなが力を貸してくれるおかげでできることは格段に増えた。迷い犬を捕まえた。公園にたむろする不良を追い出した。ひったくり犯を捕まえた。僕たちは渋谷を守るヒーローとして名を馳せた。そうか。この8人が集まったのは、正直言うて、京介くんのカリスマ性っていうか、この強い思いがみんなを引き寄せたって感じだったんだな。そして、それの裏にはいつもリンがおった。そんな僕たちの活躍を一番喜んでくれたのはリンだった。お兄ちゃんたちって、なんだかテレビの中のヒーローみたいだね。ねえ、今日はどんな冒険をしてきたの？リン、どうしてこんな大事なこと。それを、京介くんは忘れてしまっていた。忘れていたんだ。リンの記憶は徐々に戻ってきて、本当に大切なものだったことが実感として伴う。僕のことをヒーローにしてくれた。僕にたくさんの名前をくれた。仲間をくれた。僕という存在を作ってくれた。どうして今まで忘れていた？あまりのショックに全身が小刻みに震えた。ようやく思い出したみたいだな。ローが僕にナイフを手渡してくる。僕はそれを拒否しようとするが、無理やりナイフを握らされた。どうしようと。うわあ、目の前にできたよ。お、FPS ゲームかっていう感じの視点でナイフ握ってるな。殺された。そうだ、リンはもうこの世にはいない。リンの死に、なんて読むこれに、に記憶は依然として取り戻せないままだけど、自然な形の死ではなかったことだけは。漢字苦手なんです、ごめんなさい、漢字苦手なんです。おぼろげかこれ、読みたら。あ、よかった、思い出した。よかった。おぼろげって読むじゃんこれに覚えている。そう死に二階堂が関わっている。京介、ナイフを握っとる手がすごい震えてる。てこのナイフめっちゃ長ない？これえ、これサバイバルナイフだろ。これこんなんどっかで売いよるか、売いよるか、買えるか。これお前海外の通販とかで買っただろう。ロー、お前何をビビってやる。早く殺せ。二階堂は生きる価値のねえ人殺しだぞ。二階堂は覚悟したように小さく目を伏せた。全て事実よ。だけどもさ、二階堂、何がどうあって殺したことになったんだろう。